マガジンアースの片桐でございます。この度は栄えある2018年1月12月期紀伊国屋書店ベストセラー大賞の著者部門で漫画君たちはどう生きるかの原作者の吉野源三郎氏、漫画家の芳賀翔一氏を、そして出版社部門で勝者を選出いただき誠にありがとうございます。私は昨年12月にマガジンハウスの7代目の社長に就任して以来、創業者でございます岩堀喜之助が掲げました人間を大切に、創造を大切に、読者を大切にの3訓を、このような厳しい時代だからこそこの原点に戻り改めて大事にしていこうと、社員全員に機会があるたびに呼びかけてまいりました。この度コンテンツビジネスの根幹を担うプロデューサーとしての出版社を対象としたこの出版社部門賞を勝者がいただけましたことにより、雑誌のマガジンハウスと言われ発明と言われるほど様々な新ジャンルの雑誌を発行してきたマガジンハウスが、新たに書籍の分野におきましてもその存在感を大いに示すことができました。しかも紀伊国屋書店様からであります。本当に感激もひとしおでございます。この漫画君たちはどう生きるかは紀伊国屋書店様との深いご縁があり、大きな後押しをいただけたからこそ212万部という大ベストセラーになれたと担当者から聞いております。それによりますと2017年8月24日の発売以降順調に推移していたとはいえ、まだ発行部数10万部そこそこであった漫画君たちはどう生きるかを今後50万部100万部のベストセーラーにしたいと思い、紀伊国屋新宿本店様の広場のワゴンの売り場をお借りしたいとお願いしたところ、大変人気の高い売り場でありますが2017年10月23日からお借りできることとなりました。そして大きくワゴン展開していただく直前の10月21日にテレビ世界一受けたい授業で漫画君たちはどう生きるかが紹介され、続いて11月12月には紀伊国屋書店チェーン様の重点販売商品として増売いただけることとなりました。ちなみに当初のこの重点販売の目標販売数は2000部だったようですが、結果的には2万4000部と目標の10倍を大きく超える販売数になりました。このことは店頭展開とパブリシティと増倍意欲の3つの歯車が見事にかみ合って成し得た結果であったと考えております。その後は皆様もご存じの通り爆発的な人気を博し、毎週毎週10万部の重版が2ヶ月以上続き、2018年1月にはついに100万部の大台を突破することになりました。当然この間も紀伊国屋書店和書販売促進部様からは全国の店舗様分の数多くのご注文を毎週いただいておりましたが、そのご担当者の方が片桐様という方で私と同じ名前だと伺っております。私は紀伊国屋書店様とご縁があるのだなと一人で嬉しい気持ちになっておりました。なお本年2月時点でも全国で月間2万部近い売り上げを続けております。また紀伊国屋書店様での累計販売数も約8万5000部に達していただいております。本年もこれからさらに売り伸ばしを図っていただくべく、先日新たな増売契約を快く結んでいただきました。深く深く感謝申し上げます。最後になりましたが、紀伊国屋書店様の今後ますますのご発展とお集まりの皆様のご健勝をお祈りいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。